ヘンリク6世の因児、1332年ヘンリク6世、ドブルイヘンリク6世ドブルイは、ブロツワフ・レグニツァブジェク公、後に、単独のブロツワフ公。レグニツァブロツワフ公、ヘンリク5世の次男、母は、ビエル・コポルスカ公ボレスワフの娘エルジュビエタ。全領公の衣装で呼ばれる。父が1296年に亡くなった時、ヘンリク6世はまだ2歳だった。 彼とニー・ボレスワフ三世、弟・ブワディスワフは、まだ皆幼児で、母である、公爵未亡人、エルジュビエタと、父方のオジボルコ一世が摂政を務めたが、二人とも、早くに亡くなった。1301年から1302年にかけて、公爵兄弟の後見人を務めたのは、ブロツワフ氏教派インリヒ・フォンビュルベンだったが、最終的に、 ブロツワ・フレグニツァ広告の支配権を獲得したのは、ボヘミア王、ポーランド王であった、バーツラフ2世であり、幼いボレスワフ3世は、プラハの宮廷に送り込まれた。この時期のヘンリク6世の動向はわからず、最初に資料に登場するのは1310年、オーストリア公兼ローマ王アルブレヒト1世の娘で、自分より何歳か年上のアンナと結婚した時の、ことである。 一年後、ボレスワフ三世の豊満な統治に腹を立てたブロツワフとレグニツァの貴族たちの圧力により、広告は、ブロツワフ、レグニツァ、ブジェクの三地域に分割された。このうち、最も貧しく重要さを欠いたのはブジェクだった。このため、兄弟のうちブジェクを領する公は、他の二人から五万グジブナを保証金として渡されることが決まった。長子である。 ボレスワフ3世が両国を決める優先権を持っていた。経済的に行き詰まっていたボレスワフ3世は保証金を当てにしてブジェクを選んだため、自定であるヘンリク6世が豊かなブロツワフを得ることになった。ヘンリク6世は、富裕なブロツワフの貴族たちの援助のおかげで、無事に兄に対する保証金の支払いを済ませることができた。一方、 レグニツァを漁した弟ブワディスワフは、保証金の支払いを履行できず、ボレスワフ3世に広告を奪われた。1312年から1317年にかけ、ボレスワフ3世とグルグフの諸侯との間に紛争が起きた。ヘンリク6世は、兄と共に、マオポルスカ公ブワディスワフ1世と同盟を結び、共同で、 グーグフ公ヘンリク3世の息子たちと戦うことになった。ボレースワフ3世とヘンリク6世の父親であるヘンリク5世がヘンリク3世によって死に追いやられたことに対する仇打ちだというのが攻撃の口実だった。この戦争でブアディスワフ1世がビエル・コポルスカのほぼ全域を支配下に収めた一方、同盟者であるレグニツァ公兄弟は ウラス、ボウフを呼び、ルビオン州を獲得するにとどまった。1314年、ヘンリク6世は、義兄フリードリヒ3世のローマ王位獲得のための戦争を支援した。1321年、グーグフ諸公との戦争が再開された。しかしこの時、ヘンリク6世は参戦に乗り切れなく、1322年には、単独でグーグフ諸公と同盟を結び、 代わりに、スモゴジェフを活上された。両者の同盟関係は、オレシニザコーコンラト一世とヘンリク6世の長女、エルジュビエタとの結婚により、さらに強化された。この時期までに、ヘンリク6世とニー・ボレスワフ3世との関係はかなり、険悪なものになっていた。もはや、ヘンリク6世が、はっきりと、交戦的な兄の軍事遠征を支援するのを拒むと、 ボレスワフ3世は、富裕なブロツワフを獲得しようという野心をあらわに、し始めたのである。ボレスワフ3世ははっきりとヘンリク6世との、領地交換すら提案。ヘンリク6世が不公平な提案に応じるはずもなく、兄弟の間での戦争は、必死となった。危機感を抱いた、ヘンリク6世は1320年に、ポーランド王となっていた。 ブワディスワフ一世と連絡を密にし、共同で、ボレスワフ三世と敵対することを条件に、王に忠誠を誓った上で、息子のいない自分の後継者を指名する権利まで差し出そうとした。しかし、ブワディスワフ一世は、ボヘミア王国の影響下にある地域に直接、介入するのを恐れて断ったため、代わりに神聖ローマ皇帝ルートビヒ四世に助けを求めた。 1324年4月10日、ヘンリク6世は皇帝の風神となった見返りとして、広告を自分の娘に相続させる権利を与えられ、結果として、ニー・ボレスワフ3世とその子孫がブロツワフを獲得するのを阻むことができた。こうした決定に、ボレスワフ3世は起こり、相続権の問題を不服として、弟に対する軍事攻撃を試みたが、 ブロツワフの固い守りのため失敗した。しかし神聖ローマ帝国への侵入は、彼の両国を安堵するものではなく、ボレスワフ三世との紛争は継続していた。この苦境を脱したい、ヘンリク六世は1325年、ニエモドリン公、ボレスワフに、次女、エウフェミアを嫁がせ、新たな同盟者を獲得した。また、ドイツ騎士団とも同盟を結び、 シロンスクにおける、ボレスワフ3世の主要な講演者である、ポーランド王・オブアディスワフ1世と、真っ向から対立した。結局、ブロツワフの貴族たちの圧力に屈して、ヘンリク6世は、ボヘミア王・ヨハン・ホンルクセンブルクとの同盟を、選択した。同盟の調印は1327年4月6日、ブロツワフにおいて行われた。条約の条文によれば、 ブロツワフ公国は独立を維持するが、ヘンリク6世の死と同時に、ボヘミア王国に併合されることが決まった。この情報に対する見返りとして、ヘンリク6世は、ボヘミア王から、グラーツ軍を与えられ、高額な終身年金を受け取ることになった。国内政治においては、ヘンリク6世は、彼自身から、 多くの特権を授かって強大化したブロツワフの貴族たちに抑え込まれていた。教会との関係も極めて緊張したもので、1319年から1321年までは波紋状態にあった。1335年11月24日に亡くなり、ブロツワフの聖宿日が教会に埋葬された。 ブロツワフ公国は1327年の協定に基づいて、ボヘミア王国に併合された。1310年、オーストリア公兼ローマ王アルブレヒト一世の娘で、自分より何歳か年上のアンナと結婚し、3人の娘を設けた。エルジュビエタオレシニツコーコンラと一世と結婚、エウフェミア、オフカニエモドリンコー ボレスワフと結婚マウゴジャタ1359年により、ブロツワフのセイクララ修道院の女子修道院長。ありがとうございます。